まさかの優勝争いはないか。今季女子ゴルフの海外メジャー初戦、シェブロン選手権、ザクラブ AT カールトンウッズイコール米テキサス州、が日本時間18日に開幕する。日本勢は最多の10人が出場。今季好調でポイントレース3位の古江彩香、23、2週前の変則大会で日本勢で唯一マッチプレーに進んだかつみ 25、国内ツアーから参戦する岩井名愛。21、山下美夢。22、ラが注目だが、やっぱり気になるのはあの選手。総支部のひな子。25、ラ。米女子ツアー本格参戦3年目の今年は、ここまで5試合で予選落ち4回。4日間プレーしたホンダ LPGA は予選落ちがない大会で最下位から3番目だった。 新コーチの下でスイング修正をしているが、CME グローブポイントは未だに、ゼロ、だ。こんなに不調で、しかもシード選手でもない渋野がメジャーに出られるのは2019年の前衛女子で優勝したからだ。しかし、その、得点、も今季が最後、歴代チャンピオンに名を連ねる前衛以外は、過去5年のメジャー優勝者、の資格が今年で切れるからだ。 来年も全英以外のメジャーに出るには、今年ツアー優勝するか、各メジャー大会でトップ10に入るか、今年のポイントランクで30位以内、全米女子 OP や世界ランキング50位以内、エビアンなどの条件をクリアしなければならない。ツアー関係者が言う、不審でスポンサーが離れていくとか、国内ツアーに戻ってこいとか、 シブノに対するいろいろな雑音を聞くが、海外メジャーに出場できなくなるのは大きな痛手です。メジャーに出るには数多くの大会に出てポイントを獲得したり、世界ランキングを上げなければならないのに、シード選手以外が対象の1回目のリシャッフルは1ヶ月後に迫っている。今後の出場権がかかっているので、ポイントが高いシェブロンで上位に入るのは絶対条件です。